はい、どうもだいです。今回ですね、こちらの絆決戦 vs 黒ひげの事前編成の方を紹介していこうと思います。で、まあ今回は船長を映画シャンクスにして、編成を組んでいこうかなと思っております。で、まあ今回のこの、映画シャンクスなんですけど、まあ視聴者の方から、お願いされて、組んでますので、いや本当にありがとうございますくれた方ありがとうございます。本当にゼロだったんですよ、ずっとゼロだったんですよ。いやいやいや、本当にね、少しでもこうお願いされる、まあ頼っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいなというところになってますかね。まあということでね、今回は、映画シャンクスを船長にして、編成組んできましたので、ぜひとも参考にしてみてください。まあということで、ね、やっていきましょう。はい、ということで、まずは力属性編の方を紹介していこうと思います。ということで、まずは力属性編から紹介していこうと思います。バトル2の方で割合ダメージ 50% で、ダメージ軽減が5ターンという感じですね。まあ、なのでダメージ軽減の方なんですけど、まずこちらですね、戦国の方で、ダメージ軽減解除しつつ、倒していこうかなと思っております。で、確か戦国はあれですかね、絆決戦でステータスが 1.5 倍とかになる感じの、ものになってますね。かね。なので、特攻キャラになってるって感じですね。で、ボス戦では、状態上無効99ターン、ボイルカップ4ターン、攻撃力ダウンが4ターンと。で、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、一定以上ダメージ軽減5ターン、ボイルカップ、そして攻撃力ダウンがプラス1ターンずつと。で、ゲゲアジの行動で固定ダメージ8万という感じの、ギミックになってるわけなんですけど、まず、防御力アップなんですが、こちらですね、クザンの方で解除しつつ一定以上ダメージ軽減も解除できますね。まあ、なんでこれで、いけますかね。で、あと船長が射撃か銃タイプの時、2ターンの間射撃と銃タイプキャラの、攻撃を2倍にできるということで、まあ、これで、攻撃力2倍にしつつやっていこうかなと思っております。まあ、戦国だけは攻撃力アップしないんですけど、他のキャラは、攻撃力アップしますので、まあ、だいぶ火力出るかなという感じになってますかね。で、攻撃力ダウンが5ターンということで、こちらですね、犬嵐の方で、解除させていただきます。5ターン解除しつつ、まあ、あと2ターンの間即属性と斬撃タイプのスロット影響を2倍にできますよということで、まあ、全員即属性で組んでますので、まあ、スロット影響も2倍にできますよという感じになっております。で、固定ダメージ8万というものがあるんですけど、まあ、これはね、ダメージ軽減で解除していきたいんですけど、普通のダメージ軽減では解除できませんので気をつけてください。まあ、なんで 80% 軽減とか、90% 軽減とかでは解除できませんので気をつけてください。まあ、解除っていうか軽減できませんので、まあ、軽減できる方法なんですけど、一定以上ダメージ軽減っていうものがありまして、それで、軽減してください。まあ、なんでこんな、ブルックみたいな感じですね。敵各々に対し3000を超える部分のダメージを超激減という、まあ、こういう感じの、ことが書いてあれば軽減できるかなと思ってますので、ぜひとも試していただきたいなと思っております。で、あとはシャンクスですね。船長のシャンクスの方で、まあ、属性相性を上げつつ、まあ、即属性3、5体以上いるとき1ターンの間、即属性の属性相性 2.75 倍にできますよと、まあ、かなり上がりますね。で、あとは、まあ、スロットも即スロット連スロットにできますよという感じになっております。まあ、チェーンケースもプラス 1.4 されますので、かなり火力が出るのではないかなと思ってますので、ぜひとも試してみてください。はい、ということで、続いては地属性編の方を紹介していこうと思います。こちらでは、シャンクスの、必殺短縮がされませんので気をつけてください。バトル2の方で攻撃力ダウンが5ターン、で、激アジの行動で、上段右吹き飛ばしという感じになってますかね。まず攻撃力ダウンなんですけど、こちらですね、コアラの方で解除していこうかなと思っております。5ターン解除しつつ、まあ、あと1ターンの間白色道格闘タイプの属性相性の影響を 1.75 倍にしつつ、このターン内パーフェクト回数3回成功で、次のターンの白色と、格闘タイプキャラの、属性相性を2倍にできますので、まあ、しっかりパーフェクト取りつつ、ボス戦でね、属性相性上げるっていう感じですかね。うん。まあ、しっかりパーフェクト3回取ってください。
あとは上段右吹き飛ばしという、まあ、効果があるわけなんですけど、まあ、それはこちらですね、まあ、いろいろ、解除の仕方っていうものはあるんですけど、まあ、例えばですけど船長のとこに、船長効果で、吹き飛ばし無効できるキャラとか、まあ、あとはおそばマスクみたいなね、船長アクションみたいなので解除したりだとかっていう方法があるんですけど、まあそういうキャラを持ってないよって方はね、船長入れ替えの効果を使って、解除というか、まあ受け継いでもらおうかなという感じになってますかね。自分が、船員の時2ターンの間自分と、船長を入れ替えることができるということで、まあ撃破時前にね、船長と入れ替えしつつで、倒した後に、吹き飛ばしてきます。吹き飛ばしはローが受け持ってくれます。でボス戦になった時にシャンクスと、ローがね入れ替え解除されて、船長にシャンクスが来るようになってますので、まあこれで、まあローはね使えなくなるんですけど、うん、しっかりシャンクスがリーダーになってくれますので、まあ大丈夫かなという感じになってますかね。でボス戦で状態上無効99ターンとで技属性変換か属性変換なしということで、技属性か地属性になるって感じですね。でダメージ軽減5ターンで、上段右、中段左、下段右封じ6ターンとでボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、しびれ5ターンで、封じがプラス2ターンされるという感じになっております。そうですね、まずちょっと申し訳ないんですけど、これこっちですね、すいませんこういう感じにしてくださいね。まあ、あでもこうの方がいいかな。うん。まずダメージ軽減なんですけど、こちらですね、おギグの方で解除させていただこうかなと。なおかつ、封じの方も解除できますので、まあ、5ターン解除しつつ、まあ、残りの3ターンは能力解放の方で、3ターンね解除しつつっていう感じで、まあ、今レベル上がってないんですけど、レベル3まで上げて封じを解除していくっていう感じで、まあ、いけるかなと思っております。であとしびれですね、しびれはこちらの、ルフィの方で解除できますので、まあ、大丈夫ですかね。はい。でまあ、あとは船長が自由か格闘タイプキャラの時一体内で自由と格闘タイプキャラの攻撃2倍にできますよということで、まあ、これで攻撃力上げつつ、まあ、こちらのオギグの方でスロット影響を 1.75倍で体力が満タンの時であれば2倍になりますので、まあ、できる限り体力2倍あ体力満タンの状態で、まあ、いきたいよという感じにはなってますかね。うん、まあ、それでなくてもね、一応スロット影響 1.75 倍にできますので、まあ、そこそこ火力は出ますよという感じになっております。で、まあ、あとはコアラのね属性相性強化で、まあ、そこそこ火力は出るかなと思ってますので、まあ、シャンクスの必殺は使えないんですけど、まあ、そこそこ火力は出るかなと思ってますので、ぜひとも試していただきたいなと思っております。はい、ということで続いてはコアラ属性編の方を紹介していこうと思います。こちらではバトル2の方で防御力アップ5ターンで、ゲゲアジの行動で下段ランダム船長入れ替え4ターンという感じになっております。まず防御力アップ5ターンということで、こちらですね、チョニキの方で、防御力を激減させることができますので、まあ、激減させつつ、まあ、あとそうですね、チェーンケースがプラス 0.6 されるということで、まあ、そこそこ、まあ、上昇してくれるのかなという感じにはなってますかね。うん、まあ、あとは、下段ランダム船長入れ替えということで、まあ、こちらもさっきの船長入れ替えしたようにね、船長入れ替えして解除していこうかなと。まあ、なので今回のローですね、まあ、皆さん持ってると思いますのでロー使ってますけど、とりあえず船長入れ替えできるキャラさえいるときは問題ないですかね。うん、で、まあ、船長入れ替えつつ、船長を入れ替えてる、まあ、船長と船員を入れ替えてるときは、この船長入れ替えっていうギミックがまあ発動されませんので、まあ、打ち消すことができますので、まあ、結局のとこボス戦で、シャンクスとローが入れ替え解除されますので、結局のとこ、船長で、船長がシャンクスという感じになりますので、うん。まあ、それで解除していこうかなと思っております。で、まあ、ボス戦で、各種毒無効99ターン、防御力アップ、ダウン無効を99ターン。で、即属性変換か属性変換なしということで、即属性か心属性になりますよと。で、しびれ5ターン。で、一定以上ダメージ軽減が5ターンと。で、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、ダメージ軽減5ターン、攻撃ダウンが2ターンという感じになっております。まず、一定以上ダメージ軽減、そしてダメージ軽減なんですけど、まあ、それはこちらの、シャンクスの方で解除していこうかなと。
そうですね、必殺発動時すでに一味が、まあ、チェーンケース加算状態、属性相性強化状態の時に、敵全体にかかっているダメージ軽減、一定以上ダメージ軽減を減らすことができますよということで、まあ、これで解除していこうかなと、まあ、なんでフレンド船長にもシャンクス入れといてください。であとはそうですね、属性相性 2.25 倍にできたりだとか、まあ、スロット変換できたりだとかっていうのがありますので、まあ、結構、ありがたい効果になってますかね。うん、で続いてなんですが、しびれ5ターンということで、しびれはこちらですね、オナミ&ロビンの方で、オロビかオロビ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 だったっけ、はいはいはい、オロビとオナミ言いづらいな。しびれ6ターン解除できますので、これでしびれ解除しつつ、まあ、あとは一旦内で一味のスロット影響2倍にできますので、まあ、これで2倍にしつつっていう感じで、まあ、上げていこうかなと。であとは、攻撃ダウンなんですけど、攻撃ダウンはこちらのモンキーディルフィーの方で攻撃ダウン、5ターン解除しつつ、まあ、あと一旦内で一味の攻撃2倍にもできますので、まあ、これで攻撃でスロット影響、属性相性の影響を、ね、強化できますので、だいぶ火力出るんじゃないかなと思っております。まあ、なんで結構、そうですね、心属性編と力属性編は結構サクサクいけるんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回は、絆決戦 vs 黒ひげの方を、映画シャンクスを、船長にしつつ編成を組んでみたんですけど、まあ参考になりましたでしょうか。はい、まあ結構、そこそこサクサクいけるんじゃないかなっていう感じではありますので、まあぜひとも、参考にしていただきたいなと。うん、まあ、それこそ力属性編とか心属性編であれば結構サクサクいけますし、まあ、ちょっとね、地属性編はね、やっぱシャンクスの必殺使えないっていう、まあ、デメリットがありますので、まあ、そこだけですかね。うん、使えていれば結構、サクサクいけた感じではあるんですけど、まあ、とりあえず、力属性と心属性編はね、結構サクサクいけるかなと思ってますので、ぜひとも試していただきたいなと思っております。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。